1960年頃の学童養護院2015年の学童養護院学童養護院とは、小学校の通学路上に立ち、児童の通学における安全確保にあたる職員のことである。女性の学童養護院については、緑のおばさんという愛称があり、交通安全のシンボルカラーである緑色の制服や帽子を身につけていたことに由来する。英語では、A、ロリポップウーマンといい、欧米で、 学童用語院が持っている標識が棒付きキャンデーに似ていることが由来である。1959年11月19日に東京都においてこの制度が始まった。まだ女性の職場が少なかった戦後復興期に家父の雇用対策として創設された職業である。創設当初、勤務時間は午前2時間、午後3時間で日当は315円であった。 1961年以降、各地に広がった。当初は臨時職員であったが、1965年より東京都の正職員となった。近年、その存廃が議論されている。東京都以外にも、道府県によっては似たような役割を果たす、地方自治体の臨時職員やボランティアがあったが、存続について議論されたり、廃止されたりする例がある。そのうちの一部には、 交通安全の啓発活動などを行う、ボランティア団体、交通安全母の会の母体となったものもある。言語では主にクロッシングガードと呼ばれる。児童の登下工事の安全を確保するため、学校や通学路の横断歩道で警戒に当たる、有給職員とボランティアの両方がいる。連邦労働省労働統計局の統計によれば、 有給の従事者数は全米で72,900人、時給中央値は12.84ドル、年収中央値は26,700ドルである。ニューヨーク市警察自動横断警戒員言語では、スクールクロッシングガードという、ニューヨーク市警察の所属であるが、警察官ではなく非常勤職員であり、採用後に NYPD 警察学校で6日間の訓練を受ける。ありがとうございます。